何かと騒がせの詩人逮捕系 YouTuber どうやら鉄道会社の方から脳、NO、が突きつけられたようです詩人逮捕系 YouTuber と言いますとあの煉獄コロワキなる容疑者がおりましたこの煉獄コロワキというのは今とっ捕まった容疑としては旧ジャニーズ事務所まあ現在のスマイルアップそのコンサートチケットをあ、お前 転売したな転売転売屋売屋だとっ捕まえてやるということをやってしかしこれとっ捕まえたとかやってるんですけれどよくよく調べてみたら転売屋でも何でもなくただ友達と待ち合わせをしていた18歳の女性だったあ,あえて言いますけど女の子だった実際にその現場ではおっさんらが45人18歳の女性を囲んでいたんですよこんなこと許されるんですかという話そして転売がいけないとはいえ それを逮捕する権利はそのななるものにはないんです緊急逮捕というのはその取り押さえなければもっと害を及ぶ場合あるいは我が身を守る場合っていう形で厳密に制限がかかっているんですよ。ところがそれをやっていてまあ目的は何だったかっていうと有名になってお金稼ぎたかった。 テレビコメンテーターのようにちょっと変わったことを言って上から目線で社会を叱りつけてそれでうっしーっしーとかっていうことを、まあ、YouTube 上でやろうとしていたんじゃないか、まあ、しかし容疑者として逮捕されましたこの私人逮捕系というのは今年の夏前後ですかねまあもうちょっと前からジャンルとしてジャンルというか、うん、一部そういう活動はあったんですけれど今年の夏あたりから顕著に YouTube 界隈で目につくようになりましたその中で今 鉄道会社が脳、NO、を突きつけたのが痴漢だとか盗撮系を捕まえるという。まあ,あくまで事象ですけどね、えー、その人物に対して鉄道会社が脳、NO、を突きつけたということで、弁護士ドットコムの方が鉄道会社の方に取材しております。えー、詩人、逮捕犬、ユーチューバーに迫る規制法。今を主要。鉄道会社は撮影制限の可能性も視野ということで。 電車や駅構内などで痴漢や盗撮に及ぶ人を追い込み警察に引き渡す詩人逮捕系 you の YouTuber の活動に批判が高まっている JR 東日本が営利,目的営利活動を目的とした撮影を控えるように呼びかけたことで SNS 上では事実上の規制と受け止められているそして11月13日にいわゆる煉獄コロアキというものが,かっこかりです、ね、が逮捕されましたただその後もですね 詩人逮捕系の動画が公開されていてその本人がえ「ガッツチャンネル痴漢盗撮駆逐プロジェクト」と名乗りましてですね都内で痴漢や盗撮犯を私人逮捕するのはガッツチャンネルがほとんどですああこの人がほとんどのようですね施設管理権に基づいて痴漢盗撮の犯罪がしにくくなるよう環境を作ろうと考えてないようですあれこれは鉄道会社のことなんですかねえというのは先ほどの 弁護士ドットコムの記事を引用した形でのツイートです。痴漢は盗撮より私人逮捕の方が脅威ですか？痴漢や盗撮より私人逮捕の方が脅威ですか？鉄道会社が本気の対策を取らなければ、明日も明後日も1年後も10年後も何の罪もない人たちが被害を受け続けます。痴漢や盗撮犯がいなければ私人逮捕など必要ありません。鉄道会社に原因の究明と抜本的改革を強く求めます。原因の究明はガッツチャンネルの本編を見ればよくわかるはずです。はい。 えっと、これ、このガッツチャンネルさん、自ら答えを述べられております。えー、こちらですね。施設管理者に、えー、施設管理権に基づいてとあります。施設管理権に基づいて。この施設管理権に基づいてということは、この施設管理権の権利者、誰かって言ったら鉄道会社です。よって、鉄道会社がこれをやるかやらないかを決めるわけです。 このガッツチャンネルさんがおっしゃるように、私人逮捕ですか、痴漢だ、盗撮だとかっていうことに関しては、施設管理権のこの権を持っている人の話なんですよ。それじゃあ、痴漢盗撮の話なのか、いや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 、安心してください。大体いいこの鉄道会社って、株式公開してるんですよ。株式公開してるんです。ならば、ガッツチャンネルさんが、鉄道会社の 株式を購入しまして、株主として、株主提案として、鉄道会社にお示しすればいいんです。盗撮対策、あるいは痴漢対策、とんでもないやからです。ね、これちゃんと対策しなければいけない。しかし、今の鉄道会社も対策取ってないとでも言うんでしょうか実のところ、私も、まあ、お話しできるところで言うと、一回ありまして、 うちの近所のところの道が一方通行でしてその一方通行を逆走する原付バイクがあったんですね。で私はその時運転してなくて家族が運転してたんですけれどククラクションを鳴らしててて一通だよよ。って教えてあげたんですよ結構この広い道でして一通じゃないって間違える車とかバイクがあるんで教える意味でプップって鳴らしたら無視してすり抜けていこうとしたんですね。ななので、で、私運転してなかったんで すかささっと降りまして「君待ちたまえ」さしてください「君待ちたまえ」するとですねまだ若か若い感じでしたね二十歳ぐらいのえ男性でして「交通違反は現行犯じゃなくて取り締まれないんです」って「<laughs> んでお前なんかに言われなきゃいけないんだよ」って言われたんで緊急対応っつながんだ彼は素直に従ってくれました おすいませんすみませんバイク降りてちゃんとあの押していったんで、うん、分かればいいんだ「気をつけてなやつ」つ車に気をつけてなやつ」つ <laughs> そんな感じそんな感じっもう話もしあの緊急時、緊急逮捕とか私人逮捕っていうのは切迫した状況また言うなれば超法的措置なんですよだからどうしても私人逮捕というかこの痴漢だとか盗撮をなくしたいんであればいやなくす素晴らしいことですよ おまわりさんになるか株主になるかそして民主主義の手続きにおいて選挙に出て政治家になればいいんですよ選挙に出て政治家なんかねまもなく解散総選挙とかって話出てますよね政治家によって議員立法であったりあるいは役所の方にまあ今回だと国土交通省ですかねそこに働きかけましてより地間盗撮対策をするための立法化を軽減し 国会の中で議論すればいいんですこうした法治国家における手続きを経ないでええー、とにかく気に入らねえと捕まえてやるっていうのはこれ言葉を選ばずに言うならば法治の概念を無視したテロテロに隣接する行為になるんです法律に従わないで実力によって現状変更をしようとするということはこれはテロに接続しちゃう発想なんですやだおっかないそういう発想なんですよこの私人逮捕っていうのは 痴漢や盗撮犯がいなければ私人逮捕など必要ありませんということなんですがこれ残念ながら世の中にはいろんな人がいるんですよいろんな人が私同意してないですよ痴漢盗撮をすることに関して同意はしてないんですけれど一定数のその変な人っていうのがいましてそれを撲滅することっていうのは残念ながらできないんです少し話が飛ぶようなんですが温泉施設に 私は女ですという、まあ見た目男性が入って、これ逮捕されたのかな、えー、ということがありました。これをもって LGBT 理解増進法がと、と、いなだ、いなだ、ともちーんとかっていう声があります。まあ今後これに関しては、取り調べの果てにどういうことなのか、LGBT 理解増進法ができたからなのか、あるいは最高裁判決において、 体の変更が必要ないとかっていう、まあそういう判決が出たことによって、じゃあ私、女の子ちゃん。じゃあ女風呂には入ろうっていう、まあそういうやから、まあそういうのが出てきた。これが確定したんであれば、それぞれの最高裁判決にしても、LGBT 理解増進法についても、批判を盛大に、盛大にすればいいと思います。ただ この、私、女の子ですだとか、男の子ですでもいいんですけど、それで、トコトコトコって入っちゃって、あ、トップんンって、いやだ、恥ずかい、<laughs> ね、そんな感じ。これ、でってらでたたの、新聞によりますと、あの、ウィークエンダーの昭和時代からいたんです。定期便のようにちょいちょい現れる、いわゆる、へんたいというタグがいて、それが、本当に、そういう人なのか、人もただの昭和時代からいる、 変態なのか。これがはっきりする前にギャスかギャスか騒いでしまうということは、私は日本社会にとって得策ではないと思ってます。それこれが私が番組でいつも呼びかけております。かかとに体重を残すこと。しかしそれでもどうしてもやりたいんであれば、株主になって株主提案。これがプラン A。そしてプラン B が国会議員になりまして、国会議員で国土交通省を動かして、そして立法化。このプラン A かプラン B か。あるいは、 鉄道会社に入社しまして、こうした防犯関係のものをするだとか、あさらにプラン D までも用意しましょう。こういう痴漢盗撮に関してのセキュリティ会社立ち上げるんですよ。そしてそのセキュリティ会社を持って鉄道会社に契約委託を受ければ、これ堂々とできます。はい、プラン A、プラン B、プラン C、プラン D まで出しました。じゃあなんでそれをやらないんですかという話。 先ほどの弁護士 .com の方で JR 東日本が発表したということで伝えていたのが営利目的の場合にはこれを制限しますよはいここが今回のこの私人逮捕系ですかの一番の問題だと思うんです本当に無視の心で私のない心で盗撮被害だとか痴漢だとかに困っている女性まあこれ男性も LGBTQIA+, とにかく本人の望まないことをするっていうのはいけないのでこれをどうにかしようというそういう崇高な試みであるんであればもうこれ動画の撮影とかをやめて今後もパトロールをすればよろしいのかなって気がしますただしその時には警察権を超えてますんである種の超法規的措置になるのでそれに対する自己責任というのは発生しますガッツチ,チャンネルさん原因の究明やガッツチ,チャンネルの本編を見ればよくわかるはずですとあるんでトコトコトコというわけで見に行ってみました ここ見えるでしょうかプロモーションを含みますプロモーションを含みます、えー、YouTube の方ではステマ禁止なんですねただしこれは宣伝広告ですつまりプロモーションですよという宣言をするとセーフになるんですよプロモーションということは何かのこちらをいただいてやっているのかなと思われますただ推測だけじゃいけないんでねやっぱり本人の話を聞いてみなければいけません えー、そこでですね、番組の概要欄を皆さんと一緒に見ていこうかなと思います。えー、お仕事のご依頼などはこちらで、私たちの活動にご賛同いただける企業様、スポンサー様を募集させていただいております。はい。えー、さらにですね、メンバーシップという形で、おぜぜを募っております。おぜぜ。私は、金儲け、人の商売を否定するものじゃありません。しかし、 お金儲けのために人の施設管理権のある駅構内で自分たちの撮影ですかをしているんであればそれまた別の話でしょうということそして先ほどの弁護士 .com の記事が紹介する鉄道会社その多くが大半が撮影の場合には撮影申請を出してもらってその撮影申請を了承した場合には各鉄道会社の広報マンが一緒についていってそして撮影をしてもらってますと。 ただですね、弁護士 .com の方の記事で伝えていなかったんですが、そして私弁護士じゃないんであくまで一般論です。法律の一般論なんですけれど、例えばですよ、過剰防衛だとか取り押さえると言っても、その権限がないのにやってしまったり、あるいは身柄を押さえるだけではなく、ひっくり返して抑え込むってなると、これ、障害の可能性が出てきます。さらに、施設内に まあ人,のか人が管理、施設管理権を持っている建物内に、その目的以外で入った場合は、これは建造物侵入かえという話になる、そうした可能性がある、これについてはですね、TBS 報道特集の特別キャスターを務めております、金平重則さんが、デジタル万引きらしきものをしたと、本人はね、あれ、ただ冗談だったんだよなんて言ってましたけれど、安倍元総理の、 関連書籍を買う気はないから、とりあえずね、あの、写メで、写メで撮ってとかって言って、これデジタル万引きと言って、まあ、厳密に言って法律的にどこに触れるかっていうところはマナー違反。マナー違反とモラル違反なんですけれど、仮にこのデジタル万引きをお縄にするんであったら、建造物侵入なんです。本を買う目的以外で本屋に入ったからです。これをこの私人逮捕刑に当てはめますと、 鉄道を利用する以外の目的で自分たちのプロモーション活動ですかあるいは番組作りお金儲けのために施設内に入ったんであれば建造物侵入の疑惑疑惑惑が深まったということになっておりますさらに言いますとこれは営業妨害の可能性も出てきますよって今の時点でですね障害、えー、さらには建造物侵入そして営業妨害この3つの疑惑が深まったのですが結局こうなんだかね 社会を「あ俺が気に入らない」あ「あお前怪しい」「よし」と捕まえてやるというようなこういう風潮を作り出したのはもうめんどくさいんで今回もこれにしときます。 結局ワイドショーが悪いワイドショーが悪いということで、えっと、ワイドショーがね上から目線で社会を叱りつけてうん論拠、俺根拠私気に入らないから吊るし上げをしてやるそんなことを繰り返していく中で世の中日本社会がなんかねあ,あそっか俺気に入らないから逮捕だっていうことが当たり前になっちゃってそれでうっしっしってお金儲けができてしまう風潮が出来上がったんであればやはりこの問題の解決にはワイドショーいやもう地上波テレビのね放送免許を見入って取り上げて。 消えた消えたやったちなみにこれワイドショーの出口です常に、ね、安倍がいかん社会がいかんというそれをイインスパイアパアクリをしております説明しましたように株主になること政治家になることそして鉄道会社に入社すること職業選択の自由ですさらには自分で会社を作ってそれを売り込むこといろいろな解決方法があること。 それは法治国家、民主主義というものはみんなが知恵を絞ってどうにかこうにか作り上げたのでそれなりの解決策がある、まあ、このことを皆さんと共有しておく今日この頃でございます。